万の瀬川河口万の瀬川は、九州南部の薩摩半島中部を流れる二級水系に指定された川である。鹿児島県鹿児島市下福本町灼山の鬼、東カ国付近に発し、清流して、鹿児島市と日置市吹上町、湯の浦及び、鹿児島市と南薩摩市近方町大阪との境界を南流し、南九州市川辺町に入って、川辺ダムに至る。 南九州市川辺町神殿と川辺町清水との境界付近を南西へ流れ、川辺盆地に入り、砂岩から野崎川、右岸から神殿川、砂岩からふもと川と長里川を合流し、流路を北西に変え、南薩摩市に入る。川沿いの滝や大決群が見られる川沿い渓谷を経て右岸から長谷川を合流する。かす田平野に出て、南薩摩市近方町と、 同志加瀬田との境界を大きく打工しながら、北西へ流れ左岸から大谷川と加瀬田川、右岸から堀川を合流し、吹上浜の南端部付近で東、シナ海に注ぐ。昭和初期まで中流部は長田川、広瀬川、野間川、上流部は清水川と呼ばれていた。源流付近は四万都総群からなる伊武スキ山地、中流部流域は白須台地あるいは、 シラス大地が侵食されてできた盆地となっている。川添渓谷は、アタカルデラを起源とする溶血業海岸が作り出した地形である。下流部流域の加瀬田平野は、縄文海進の時期に堆積が進んだ中石平野である。川口付近には、干潟が発達しており、浜坊の群落、白線塩招きなどの干潟生物や、黒ツラヘラサギなどの水鳥が多く見られることから、 万の瀬川河口域の浜防群落及び、干潟生物群集として、日本国の天然記念物に指定されている。鹿児島県鹿児島市、日置市、南薩摩市、南九州市下流部の加瀬田川との合流点付近は、低地であり川幅も狭く蛇行しており、堤防の整備も、ほとんど行われていなかったことから、しばしば水害が発生した。1682年、1718年に、 大きな洪水が発生しており、1802年には川の流路が変わるほどの大洪水に見舞われ、新しい稼働は新川と呼ばれるようになった。その後も1847年、1866年、1896年、1915年、1928年、及び1930年に大規模な洪水が発生している。 1923年8月30日に発生した洪水を契機に改修工事を求める声が高まり、1925年から1928年にかけて調査が行われ、1932年に始まった自局供給事業の一つとして改修工事が行われることになった。同年9月に万世川河川改修事務所が設立され、総工費100万円をかけて、 稼働の直線化や橋の建設が進められた。一連の工事は1940年まで続けられた。1971年8月4日に、台風19号の大雨で加瀬田川の堤防が、決壊し床上浸水247個、床下浸水1730個の被害があり、1983年6月21日には、梅雨の集中豪雨によって加瀬田川が氾濫し、 床上浸水692個、床下浸水1635個の被害があった。このため、河川激甚災害対策特別緊急事業として48億6000万円の費用をかけ万の瀬川の拡幅と加瀬田川の流路変更が行われた。川辺ダム、万の瀬川水系には1727年に建設された長さ 16km で30箇所以上のトンネルを 貫流するあた神殿疎水をはじめとして、1768年に建設されたといわれる長さ5キロメートルの加瀬田用水口など多数の用水路があり、1964年頃における管外面積の合計は3632ヘクタールに及んだ。2004年には、長谷川上流に金峰ダムが完成し、金峰地区県営管外排水事業を通じて、 農家2142個958ヘクタールの水田、畑に水を送っている。鹿児島市では、高度経済成長の終了後も、人口の集中が続いて、渇水に見舞われたことから、市域外からの導水が計画され、万の瀬川から取水することになった。本事業の施行者となった、鹿児島開発事業団によって、万の瀬川下流部の南薩摩市に設置した万の、 摂取水場から1 1 3トルの導水管と9 5トルの導水トンネルの合わせて2 0 8トルの導水路が建設され、導水管と導水トンネルを通じて、鹿児島市に設置された日向和上水場に送水している。1982年12月に着工し1989年7月1日から運転を開始した。さらに2003年には、 鹿児島県と鹿児島市の共同事業により、万の瀬川上流に多目的ダムの川辺ダムが完成し、水道水と工業用水を鹿児島市へ送水している。これらの水の安定供給を図るために、財団法人万の瀬川水源基金が設立され、流域の森林整備事業を行う自治体に対して補助を行っている。 万野瀬川水系の水を利用する水力発電所として、川添発電所、轟原発電所、久本川発電所、大田発電所が建設された。川添発電所と轟原発電所は1959年に万野瀬発電所へ統合された。万野瀬川の川口付近は古くから良好な自然の港として利用されてきた。 1996年夏に、日置郡近方町宮崎において、発掘調査が行われ、11世紀後半から15世紀前期までの多くの陶磁器が発見されている。中国産のものと国産のものが両方見つかっており、中国からの輸入拠点であると同時に、国産陶磁器の流通拠点としても用いられていたことがわかっている。南薩摩市においては、陶神原の地名が残っており、 中国商人の拠点があったのではないかと想定されている。こうした港としての繁栄は1913年に南札線が開通して以降は衰退した。ありがとうございます。